今年で55回目の節目を迎えた広島カープの日南キャンプが2月1日から始まります。2016年のシーズンは悲願の25年ぶりのセリーグ優勝を果たし、日南市内もとても盛り上がりましたよね。広島カープのリーグ優勝を祝福し、さらなる飛躍を願うために歓迎祝賀パレードが2月5日日曜日に行われることになりました。そこで今日は実際にパレードが行われるルートを歩いてみたいと思います。2月5日午前9時に日南第一ホテル前で歓迎セレモニーが行われた後、パレードはスタートします。おそらくこの辺りに特設ステージができるのでしょうね。選手たちは天福球場までの約800メートルの道のりを歩いてパレードするんです。ルートは日南第一ホテル前を出発して油津商店街を通り、カープ一本道から天福球場までの道のりです。パレードはスタートしてすぐに先日竣工式を迎えたふれあいタウン一点堀川を通過します。こちらは4月1日グラウンドオープンです。さあ、油津商店街のこちら朝日屋さんの前ですね。ちょっと立ち寄ってみましょうか。こんにちは。いや、いよいよ2月の5日に油津商店街を広島カープがこうパレードするということなんですけれども、その日をどのように思ってらっしゃいますか？ですね、そんなに私たちも球場になかなか行けないので、近くで見れるのと、あとやっぱりいろんな方が来てくださるのですごく楽しみです。せっかくですので朝日屋さんのね、おすすめのものをちょっとご紹介いただけると。鯉のぼりの靴下とか手ぬぐい仕入れました今日本手ぬぐいがかなり人気なんですよね。それも鯉柄ということで、アーケードは屋根もありますのでね、なんか風の方も感じられないので、気持ちよく選手たちはパレードができると思います。こちらから右折します。こちらにもね、たくさんのカープファンの方たちが埋め尽くされていると思うんですけれども、キャンプの初日2月1日に油津商店街にオープンいたしますスポーツバーとゲストハウスの前です。協力者の方たちが壁を白く塗る作業を行っています。あ、田塚さんですね、こんにちは。完成して来られたらですね、ここは俺が塗ったっていうのが皆さん言われると思いますので、やっぱそれぐらいこうみんなでこう作り上げていくゲストハウスっていうところがすごくいいんじゃないかなと思います。奥田くんっていう、愛知県の学生が休学してここをオープンさせようって頑張ってるので、ちょっとでも力になりたいと思って塗ってます。いよいよオープンまであとわずかということですね。そうですね、もうちょっとあと10日ぐらいなのでちょっと焦りを感じてますけど、まあでもなんとかオープンには絶対間に合わせるので頑張ります。はい、まずなぜそもそも日南にこのようなゲストハウスを作ろうと思ったんですか？2月の宿泊施設が足りないっていうことはもちろんあるので、まあ、そこの解消もそうなんですけど、その宿泊者が宿泊して泊まるだけじゃなくて、いわゆるなんか日南の中の人ともっと交流できるスペースみたいな、宿泊する人がみたいな、その外と中をつなぐ場所みたいなものがないなと思ったので、まあ、そういう場所になればと思って。クラウドファンディングで資金調達をされたということなんですが、なんともう達成されたそうですね。そうなんです、ありがたいことに昨日ですね、昨日の昼間ぐらいに達成して、もう良かったですね。ありがたいことにいろんな方々が160か70人ぐらいの支援者が支援してくださって、すごい、まあ、自分の中でも励みというか一人一人の言葉がすごいもう頑張る励みになってますね。ありがとうございます。配信を見てる皆さんに意気込みをお願いします。はい、もう2月1日オープンなので、最初はもちろんカープの人たちも盛り上がると思うんですけど、まあ、いろんな方が本当に集まってきてほしいので、もうぜひいい空間にするので皆さん来てください、遊びに来てください、お願いします。奥田新平さん頑張っております。ぜひ皆さん応援よろしくお願いいたします。次は油津商店街の4店にやってまいりました。なんか私前回来た時よりもかなり物が増えているような気がするんですけど、どうでしょうか？ねえ、カープのユニフォーム、そして歴代の選手たちのサインボールやバットにユニフォーム、普
普段着なんですってね、こちら2月に向けてね、だいたい毎日こういう格好してますね、うん、実際にはパレードは油津ヨッテンの前は通過しないんですけれども、はい、同じ時間帯にイベントが開催されるということですよね、はい、その多分その日はですね、たくさん、まあ、全国からお客様が見えられると思うので、日南の美味しいものを味わっていただこうということで、10時以降ですね、だいたい3時ぐらいまでの間に、マグロの解体ショーとか伊勢海老のお味噌汁の振る舞いとかなんかを予定しています。で、まあ、食券といいますかチケットが球場のカープタウンの方で配られるそうなので、そちらで券をいただいてこちらに持ってきていただいて食べるっていうような仕組みになっていると思います。一応今各店でですね、まあ、カープをテーマにしたような、まあ、例えば赤にちなんだものとか、うん、広島のさんを使ったものとか、そういうちょっとそれぞれの特別メニューを今考案してますので、まあ、2月1日以降はですね、そういう食事もできると思います。もちろん人気の油津コーヒーのカープパンケーキも、はいはい、また2月から始めますので、まあこう舌でもベロでもカープを楽しんでもらうみたいなね、そういうことをやっていきたいなと思ってます。2月5日は油津に集合と、もうカープちょっとでもカープ好きな人はね、もう来なきゃ始まらないですよね。多分前代未聞ですよね、この歩くというパレードはね。本当に期待してますし、また今年もね、ぜひ優勝してほしいと思いますので、まあ、まだね、日本一はまだ去年できなかったので、みんなで応援したいなと思いますね。ぜひ2月5日日曜日、油津ヨッテンの方にもお集まりください。さて、ヨッテンの手前で、じゃーん、左折します。すると、ご覧ください。ここからがカープ一本道です。天福球場まで続く長い一本道。歩道はカープカラーの真っ赤に舗装されています。この舗装費用、工事費用は広島カープからの1億円の寄付のうち約4100万円ほどで整備されたということです。キャンプ期間中、この場所は球場への練習への行き帰りとして、ファンや地元の方たちが気軽に触れ合える場所として人気を博しているスポットなんですよ。そして見てくださいよ、この可愛い横断歩道。横断歩道ですよね、これね。赤い横断歩道、私初めて見ました。一直線に続くこのカープ一本道、たくさんのね、もう隣は民家だし、子どもたちが通学などでよく通っている場所なんですよね。こう実際に選手たちは自転車や徒歩でキャンプの時には行き帰りしてるんですよね。私も何度もここでカープの選手たちとすれ違ったことがあります。気軽にね、声をかけるとサインに応じてくれたりとか、手を振ってくれたりとかしてくれるんですよね。あちらこちらで鯉のぼり掲げて、カープファンを、そしてカープを応援しているんですよね。こんにちは。いいですね、夢と感動をありがとうと。28日こちらにミニ鯉のぼりを600匹あげます。地域住民総出となって応援しているという、応援ムード満載ですね。風強いから気をつけてください。ありがとうございます。あ、絵が描いてある。見てください、ここカープ坊やですよ。商店街からこの赤いカープ一本道を頼りに歩いていくと、天福球場に到着するということですね。見えてきました。パレードが終了しましたら、そのまま通常通り練習が行われるということです。今日は実際にパレードが行われるルートを途中寄り道をしながら歩いてみましたが、事前にスタッフが立ち寄らずに歩いてみたところ、約10分ほどで到着したようです。実際のパレードはあっという間かもしれませんね。選手との距離が近い広島カープの日南キャンプは、1軍が2月20日まで、ファームは3月4日までとなっていますので、ぜひ選手に声援を送って日本一を応援しましょう。